結婚を機に、義両親と同居を始めた一致。同居初日は、何事もなく過ごすことができていたが、だんだんと義両親と夫からの扱いがひどくなっていき、すっかり一致の精神は疲弊しきっていた。そんな中、一致のもとに、さらなる悲劇が襲いかかってくることに。不安な感情に押しつぶされそうになっている時、思いもよらぬ人物が一致を助けてくれたのだった。臨月の私を置いて旅行に行く義両親と夫。夫と永遠にさよならした話。優しかったはずの夫が、結婚した瞬間に変わってしまって、かなり嫌な思いをした。結婚を機に義両親と同居したけど、その生活も最悪なものだった。もう、夫とは離婚して会うことはないけど、急に思い出しては腹が立ったり、悲しくなったりする。夫からも義両親からも、粗末な扱いをされてたってこと？私は独身だから実態はわからないけど、義両親との同居って大変そうなイメージがある。よかったら話聞かせてほしいな。ありがとう。話していくね。結婚当時、私は26歳の専業主婦だった。夫は大学生の頃に出会った男性だ。同じサークルということもあり、飲み会の席で意気投合し、何回か二人きりで遊んだ末に、お付き合いすることになった。交際している時は、私のことをとても大切にしてくれていて、記念日は絶対に忘れなかったし、特に何もない時でも、ふと、いつも一緒にいてくれてありがとう。と、言ってくれていた。今考えれば、胸焼けするくらいの甘い言葉を囁いてくれることもあったけど、あの頃の私は彼に夢中で、それらの言葉一つ一つにときめいていた。お互いが就職しても彼の行動は変わらなかった。記念日には、高価なプレゼントやサプライズをしてくれることも多く、大切にされているんだなと、うぬぼれていた時期もあった。いつか、この人と結婚したいな。歳を重ねていくにつれ、そんな思いが大きくなっていた。そんな彼から、プロポーズを受けたのは、私が社会人3年目のある日だった。俺と結婚してほしい。絶対に幸せにするよ。この言葉を受けた私は、嬉しすぎておえつを漏らすほど泣いた覚えがある。もちろん、プロポーズを承諾。晴れて、彼は夫となった。でも、この結婚が私の人生を狂わせるものになるとは、この時点で思うはずもなかった。結婚の挨拶だの、結婚してからのことなどを話し合っていくと、夫からとある提案をされた。あのさ、俺の両親と同居してくれないか？え、同居？ああ、同居したいって言っててさ、一致が嫌ならいいけど。正直、私的には結婚してから少しは、夫と二人きりで生活したいと思っていた。どうしようか悩んだが、とてもいい機会だなと思った。何より、結婚の挨拶をした時の義両親が、とても優しくていい人たちだったため、夫の話を承諾した。本当、よかった、ありがとう。あんなに優しい義両親と夫と一緒に暮らせるなんて、嬉しいな。浮かれていた私は、そんなことを考えていた。話し合いの末、私は会社を辞めて、専業主婦になった。私も、会社に特に思い入れもなく、働き続けたいという願望もなかったので、とてもいい機会だなと思った。夫から同居の話を持ちかけられてから、1ヶ月が経った頃、私たちは住んでいた家を引き払い、義実家へ引っ越した。挨拶の時は、ホテルの一室を借りていたため、本物の義実家を見たことがなかった。夫から写真を見せてもらい、話には聞いていたが、やはり自分の目で見るのが一番いいだろう。どんな家か、ワクワクしながら義実家へ向かった。結論としては、本当に普通の一軒家という感じで、少し安心した。これで、豪華すぎても、その逆でも戸惑ってしまっていただろう。お邪魔します。私が恐る恐る挨拶をすると、義両親は挨拶の日と同じような笑みを浮かべ、私を出迎えてくれた。一致さん、いらっしゃい。今日からよろしくね。ささ、上に二人の部屋は用意してあるから、荷物を置いてゆっくりしなさい。ありがとうございます。私は夫と一緒に荷物を自室へ運び、ベッドに座った。ふう、疲れちゃった。今日はゆっくり休むといいさ。父さんたちも休んでてって言ってたし。大丈夫かな？私、いろいろ手伝わなきゃ。ああ、気にしなくていいよ。そっか。私は、そんな言葉に甘えて、少しの間、自室でゆっくりすることにした。結局、その日は私が家事をしようとしても、トメが、ゆっくりしてなさい。と、言ってくれて、とても快適に過ごすことができていた。同居初日はね、怖すぎー。最後の言葉が不穏すぎる。何があったの？大好きな男性と結婚することができ、これからの生活に胸を膨らませている一致。
夫から義両親と同居してほしいと言われ、思うことはありつつも承諾し、義実家での生活をスタートさせるのだった。しかし、この同居生活が、一致の人生を大きく狂わせるとは、この頃は思っていなかったようだ。結果的に言えば、私は止めから嫌がらせを受けるようになっていた。同居を始めて2日目。私は朝、早めに起きて朝食の手伝いをしようとしていた。前日に朝食の手伝いをしたいと申し出たところ。あら、本当？嬉しいわ。それなら、6時くらいに起きてくれるかしら？と、言ってくれた。わかりました。私がそう言うと、トメは嬉しそうに笑みを浮かべてくれていた。キッチンへ行くと、すでにトメが朝食の準備をしているところだった。おはようございます。お母さん。私が挨拶しても、トメは私の方をちらっと一瞬見るだけで、挨拶も何もしてくれなかった。昨日の今日で、もしかしてトメの気に触ることをしてしまったのか。不安に思った私は、すぐに手を洗って朝食の準備を手伝おうとした。お母さん、何をすればいいでしょうか。しかし、トメからの返答は思いもよらぬものだった。あんたね。何？ 6 時に起きてきてるのよ。5時って言ったわよね。え、5時？そうよ。こんな時間まで、のうのうと寝ててさ。何考えてんの？すみません。確かに、昨日6時に起きてと言われた。もしかしたら、私が聞き間違っていたのかもしれない。私は何も言い訳することはなく、トメに謝った。しかし、その日からトメの態度が大きく変わってしまった。トメが、私に対して心ない言葉をかけてきたり、嫌がらせをしてきたりするようになった。最初は私とトメが一緒に家事をしていたが、だんだんと私に投げてくるようになり、最終的にはすべての家事を、私一人が担当することになっていた。一致さん、食器はいつ洗うの？早く洗いなさいよ。本当にノロマなんだから。すみません。私が他の家事をしていても、そんなの関係なしに、トメは自分が気になった場所をなんとかさせようとする。風呂掃除をしている時に食器を洗わせようとしたり、掃除機をかけている時に、早く風呂に入りたいから、風呂掃除をしろと言ってきたり、少しだけ待っていただけませんか？終わったら、すぐに手をつけますので。ます？なんで私が待たないといけないの？ほら、さっさと掃除しなさいよ。そう言われて、しぶしぶ風呂掃除をし、終わったと同時にトメに声をかけた。お母さん、お風呂掃除終わりましたよ。お風呂？あ、やっぱりいいわ。入らない。掃除をさせておいて、入らないとは。同居を始めた当初は、私も素直に気が変わったのだろうと思っていたが、あまりにもこんな状況が続いた。そんなこともあり、途中からトメは、わざと私の仕事を増やそうと、働きかけをしてきたんだと気づいた。しかし、それに気づいたところで、トメの言うことを聞かないことは許されない。一回、トメに話をしてみたことがあった。一致さん、風呂掃除早くしなさいよ。今日は早くお風呂に入りたい気分なのよね。でも、お母さん、いつも入らないじゃないですか。恐る恐る反論してみたが、その発言はトメの怒りを買うだけだった。は？何よ、その言い草。私の言うことが聞けないっていうの？この家に住まわせてやっている以上、私の言うことを聞くのは当然のことでしょ。働きもしないで、何を言ってるのかしら。まったく、変な言い訳しなくていいから、早く掃除なさい。わかりました。これをきっかけに、トメに逆らうのは面倒なことになるとわかり、私はおとなしく話を聞くことになった。同居を始めて、トメに嫌われていることもよくわかった。なぜわかったのかというと、トメから直接言われたからだ。もともと、あんたと息子が結婚するなんて、私は反対だったのよ。あんたみたいな、冴えない女と息子とは釣り合わない。本当は私が息子に釣り合う子を、紹介してやろうと思ってたのに。そうですか。ええ、身の程をわきまえなさいよ。ここまで嫌われているのだ。同居を希望したのは、私に家事をさせるためだろう。うわぁ、ひどすぎる。夫と弟は何してるの？まさか、何もしてくれてないとかないよね。いや、その通り。何もしてくれないというか、私に興味を示してくれないというか、うとは空気だし。夫は同居を始めた頃から、優しい態度を全く見せてくれなくなった。実際に、何回か私はうとと夫がいる食卓で、トメから理不尽に怒られたことがあったが、私をかばってくれることはなかった。二人とも、ずっとテレビを見ているだけ。うとは何も言ってくれなくても、しょうがないのかなと思っていたが、
さすがに夫がかばってくれないなんて、思ってもみなかった。何回か、夫に嫁からの仕打ちを話して、何とかしてもらえるようにお願いしてみたが、全く効果はなかった。あのさ、最近、お母さんからの当たりがひどくて、あなたから、お母さんに言ってくれない？母さん、もう無理だよ。あの人は、お前が我慢するしかないな。そんな。あ、俺、この後見たいテレビがあるんだよ。この話は、もう終わりな。そう言って、部屋を出て行ってしまった。それ以降、私が夫に助けを求めてみても、夫は全くの役立たずだった。こうなったら、私が耐え続けるしかないのか。そんな現実を突きつけられ、これからの生活に不安を覚えた。同時に夫は、私に全く興味を持たなくなっていった。悲しい気持ちになった。でも、なぜか離婚という選択肢はなかった。私の居場所はここしかない。夫のことを、まだ少しだけ信じていたから、離れるのは嫌だった。傍から見たら、早く離婚してしまえっていう状況だけど、本人には本人にしかわからない感情ってのがあるよな。そんなある日、私の体調が悪くなった。思い当たる節はあったため、すぐに病院へ行った。すると、そこで妊娠が発覚した。私の思っていた通りだ。純粋に嬉しかった。もしかしたら、この妊娠をきっかけに、義両親や夫の態度が変わるかもしれない。そんな考えを持ちつつ、家に帰った。そして、その日の夕食の時間に報告した。今日、病院行ったら妊娠2ヶ月って言われました。ウキウキしながら行ったはいいが、誰も喜んでくれることはなかった。夫さえ喜ぶ様子は全く見せず、食事をしながらテレビへ目を向けるだけだった。悲しかった。私のことが本当にどうでもいいことが改めて分かったし、何より子供に対して、何もリアクションをしてくれなかったのが悲しかった。この子は、私と夫の子供なのに。妊娠したとか、どうでもいいから、今まで通り家事はちゃんとするのよ。挙句の果てには、どうでもいいと言われてしまった。このままではダメだと思った。今までは自分だけが我慢していれば、なんとかなっていたが、ここから先はそういうわけにもいかない。この頃から、私の頭の中には離婚という文字が浮かび始めていた。嫌がらせをしてくるために、全く興味を持ってくれない夫とうと、同居を始めてすぐの頃の一致は、とめに反論してみたり、夫に相談をしていた一致だったが、いつまで経っても事態は変わらず、諦めかけていた。しかし、そんな一致も妊娠したようで、喜んで報告をしたのはいいものの、やはり誰も興味を持ってくれず、離婚まで考え始めていた。そんな中、一致にさらなる悲劇が襲いかかってくるのだった。とめの言う通り、私は妊娠しているとか全く関係なく、いつも通り家事をしていた。妊娠してから気のせいかもしれないが、とめからの家事の要求はさらに上がっていき、今まで掃除していなかった場所の掃除をさせようとしてきたり、重いものを持たせようとしてきたり、妊婦の私に、どうしても負担をかけたいんだなというのが見え見えだった。お腹が大きくなり始めたあたりから、買い物をよく頼まれるようになった。それも、牛乳や2リットルのペットボトル飲料、他にも重いものを一度にたくさん頼まれていた。なんとか車は運転できたので、実際に長時間重いものを持たされたわけではなかったが、正直、車の運転さえきついこともあったので、重いものを買うのは嫌だった。さすがに、赤ちゃんが心配で、何回か断ろうとしたことがあったが、トメが絶対に怒ってしまうため、断ることをやめた。正直、怒っているトメの相手をする方が、体や精神的な負担になってしまうと思ったからだ。そんな生活を送り、出産まで1週間となった頃だった。朝、いつも通りの時間に起きると、家の中に気配を全く感じなかった。隣を見ても夫はいないし、隣の義両親の寝室からいびきも聞こえてこない。あれ？今日は、何か予定があるだなんて聞いていない。奇妙な状況に不安を募らせつつ、恐る恐るリビングへ行った。しかし、そこにも誰もいない。ふと、いつもみんなのスマホを充電している場所を見てみると、スマホもコードもすべてなくなっていた。これは、私に黙ってどこか行ったに違いない。そう思った私は、夫に電話をしてみた。数コールの後、夫が電話に出てくれた。もしもし、今どこ？今？空港だけど。空港？なんで？空港だなんて返答が来ると思っておらず、大きな声を出してしまった。なんでって、旅行に行くからだけど。旅行？ああ、父さんと母さんが、家族旅行に行きたいって言ってな。子供ができたら旅行なんてできないし。だから、ハワイに連れてってやろうと思ってな。私は耳を疑った。
百歩譲って、旅行に行くのは構わない。義両親と夫と旅行なんてしたくもないし、私を置いて行ってもらっていいんだが、時期を考えてほしい。何せ、私は出産まで、あと一週間しかないのだ。予定日は一週間後だが、いつ生まれてもおかしくない状況だ。夫にも話しているはずなのに。私、出産まであと一週間しかないのよ。いつ帰ってくるの？5日後かな。予定日までには帰ってくるしいいだろ？予定日は、あくまで予定日。ここまで来ると、いつ生まれるかわからない状況なの。大丈夫大丈夫。なんとかなるって。それに、もう空港来ちゃったし。じゃあ、俺たちこれから飛行機乗るから。携帯の電源切っとくな。ちょっと。電話を切る際、トメがいじらしく笑った声が聞こえたような気がした。その後、何回も電話をかけてみるが、電源を切っているというアナウンスが流れるだけだ。この時、私は夫への愛情が、一気に冷めたのが分かった。ほんと、最低、何が旅行よ。私は、それ以降連絡をするのをやめた。いつ出産するかわからない妊婦を置いて、旅行とか普通にありえない。これは、冷めるのもわかる。翌日、久しぶりに、家事をせずダラダラしていると、珍しく琴音から電話が来た。夫の妹の琴音とは、結婚式の際に連絡先を交換した。連絡先を交換したものの、結婚式後は一度も連絡を取り合ったことはなかった。もしもし、琴音ちゃん。いっちさん、お久しぶりです。久しぶり。どうしたの？急に電話だなんて。いっちさん。今、私の実家に住んでますよね？すごい急なんですけど、明日帰省してもいいですか？帰省？私はいいけど、でも、私しかいないわよ。いっちさん以外いないんですか？どうして？私は、ことめに昨日からの出来事を話した。その中で、私がもう少しで出産することも、ぽろっと話してしまった。すると、その瞬間、ことめが大きな声を上げた。いっちさん、妊娠してるんですか？しかも、あと一週間で予定日なんですか？そうなのよ。すみません、大きな声出しちゃって。ってことは、いっちさん今一人ってことですよね？まあ、一人だよ。私、すぐにそっち向かいます。いつ陣痛が来るかわからない状況の人を、一人きりにさせるわけにはいきません。大丈夫よ。そんな、心配かけちゃって悪いわね。陣痛が来てもなんとかするから。いえ、ダメです。心配です。結局、すぐに琴音が帰ってきてくれることになった。悪いなと思ったが、琴音があんなに言ってくれるなら、お言葉に甘えよう。そう思っていた。琴音から電話が来たのが18時。そして、琴音が義実家に着いたのが20時だった。大丈夫？ごめんね、無理させちゃって、本当は、明日帰省する予定だったのに。無理なんてしてませんよ。いっちさん、元気そうでよかった。その後、二人で食事をとったり、お互いの近況を話し合ったりしていた。少ししか会ったことはないが、やはりとてもいい子だ。琴音は、今回の帰省のために、数日間の有給を取ってきたらしい。実家に泊まれなくても、帰ってくるつもりだったそうで。もし、泊まれなかったら、近くのビジネスホテルにでも泊まろうと考えていたそうだ。何はともあれ、琴音が一緒にいてくれるなら安心だ。そう油断していた時だった。お腹に痛みを感じ始めたのだ。大丈夫ですか？私は不安を感じ、琴音に病院へ連絡してもらうように頼んだ。それから病院へ行き、すぐに入院することに。そして、琴音が付き添ってくれて、無事に出産することができた。出産後も夫たちには連絡せず、代わりに私の両親へ連絡をした。そこで、夫や義両親からの仕打ちや、義実家での扱いをすべて話し、離婚したいという旨を伝えた。それらを聞いた両親は、カンカンに怒り、実家に戻ってきなさい。と、言ってくれた。無事に出産できてよかったね。琴音が来た後に陣痛が来てよかったよ。夫に出産したのを報告しないあたり、離婚をして子供にも会わせないって感じか？その通り。それに、妊娠を報告した時の反応や、その後の生活の中で、子供には興味ないんだなって分かったから、会わせなくても文句は言われないかなって思って、出産してから数日後、私は退院して、義実家に帰ってきた。その日は、琴音が病院まで迎えに来てくれたり、私の父親が迎えに来てくれたりしていた。本当に、両親と琴音には感謝してもしきれない。家に帰ってきて、少し落ち着いた後、私は夫に電話をした。今日も出ないかなと思っていたが、割とあっさり出てくれた。いっち、
どうしたんだ？夫の声色が明るく、無性に腹が立った。私は担当局入に要件を伝えた。子供が生まれたの。え、子供が、予定日、まだ来てないだろ。何回も言ったよね。予定日は、あくまで予定日だって。でも。でもじゃないでしょ。もう、あなたとは結婚生活を続けてられない。離婚しましょう。私がそう言い放つと、電話越しでもわかるほど焦っているのがわかった。離婚だって？そんな、急すぎるだろ。しかも、子供にも会えてないのに。あら、子供に興味があったのね。どういう意味だよ。スピーカーにしているため、夫の声はことめにも父親にも聞こえている。痺れを切らした様子のことめが、会話に割って入ってきた。お兄ちゃん、本当に最低。お前、なんで？いるはずのないことめの存在に、さらに驚く夫。一致さんから全部聞いたからね。お母さんが一致さんに嫌がらせしてたことも、お父さんが一致さんを助けようとしなかったことも。そんな一致さんをお兄ちゃんは助けようとせず、お前が我慢すればいいって言ったことも。そんなこと。覚えてないなんて言わせないんだからね。しかも、一致さんが妊娠したって言っても、何も興味を示さなかったこともね。それってさ、父親としてどうなの？お兄ちゃん、父親になる自覚ある？それは、ことめの勢いに、何も言えなくなってしまった夫。すべてに心当たりがあり、グーの根も出ないのだろう。その時、電話の向こうからとめの声が聞こえてきた。一致さん、こっちは旅行中なんだから、変な電話はしないでちょうだい。子供が生まれたらの、離婚するらの騒いで、もう、恥ずかしいったらありゃしないわ。とめは通話画面を見て、私と夫が話しているのだと思ったのだろう。しかし、それは大きな間違いだ。すかさず、ことめが口を開く。何言ってんの？恥ずかしいのは、お母さんの方でしょ。娘ちゃん、なんで？なんか、もういろいろありえない。あなたみたいな人が、私の母親だなんて恥ずかしい。すべて娘から話を聞きました。あなたたちに娘や孫を任せられません。娘は実家に帰らせますので。娘って、一致さんのお父さん？まさか、妊婦を置いて勝手に旅行だなんてね。ハワイでごゆっくりどうぞ。その間に娘の荷物を運び出しておきますから。さすがに、私の父親から怒られるとは思っていなかったようで。トメはすっかり口を閉じてしまった。その後も、夫が電話を代わり。離婚はしないでくれ。とか、子供に会わせてくれ。とか、散々言われた。結局、弁護士を間に挟んで話し合いをすることになった。電話を切った後、私は琴音と父親に手伝ってもらいつつ、荷物の整理をして、父親の車で実家に帰った。琴音も、両親が帰宅する前に家に帰るといい、義実家には誰もいなくなった。その後、話し合った通りに弁護士を通して、離婚協議をした。最後まで離婚を嫌がっていた夫だったが、琴音からの、一致さんよりも、あなたにお似合いの人を見つけてあげるから。という言葉で離婚を決意したそうだ。その際に、養育費を請求し、払ってもらえることになった。慰謝料も欲しいところだったが、証拠という証拠がなく諦めた。親権も夫側が放棄してくれたため、難なくもらうことができた。これで、親権を主張してきたら、どうしようかと思っていた。離婚後、義両親と夫は変わらずあの家で生活しているそうだが、親子喧嘩が絶えないそうだ。母さんが、一致に変なことしなければ、離婚なんてことにはならなかったのに。そもそも、私はあの女とあなたの結婚に反対してたでしょ。無理やり結婚したあなたが悪いのよ。そんな言い合いを続けているらしい。相変わらず、疎は空気だそう。新しい女性を見つけようとしても、うまくいかず、親子の関係はますます悪化していく一方とのことだ。なぜ、これらの情報を知っているかというと、琴音が連絡をくれるからである。性格が悪いのは重々承知だが、だんだん崩壊していく義両親と夫の関係を見るのが楽しく。琴音からの報告のメールを見ると笑ってしまう。いい性格してるな。そういえば、なんで琴音は帰ってこようとしたの？帰省っていうのはわかるんだけど、普通に帰省するんだったら。前もって両親には報告してそうだけど。琴音、彼氏と結婚するんだって。本当は彼氏と一緒に帰って挨拶したかったらしい。でも、家があんなことになってたから、挨拶もできないまま。今は挨拶をしようかどうかも迷っているらしい。それを聞いて、本当に申し訳なくなったけど、琴音自身はあまり気にしてる様子はなかった。本当に、ありがとう、いろいろと。いえいえ、
イッチさんが元気でいてくれればいいんです。と、言ってくれて、心から感謝した。私は今、実家で生活している。子供もまだ小さく、どこかに就職することは難しいと思ったため、在宅でできる仕事をしながら、ゆったりと生活している。子供もすくすく育ってくれていて、本当に嬉しい。こんな環境に感謝しつつ、結婚生活で負った心の傷を癒していくことに専念している。あまりにも身勝手な行いをして、一致から離婚を切り出されてしまった夫。義両親と夫の関係もだんだん悪くなっていき、このままでは崩壊の一途をたどることになるだろう。もしあなたの周りに、身勝手な行動をする人がいたらどのような行動を取りますか？コメントにて教えてくださいね。ちなみに、出産予定日に子供が生まれる確率は、5% と言われています。約20人に1人とされており、決して多くはない数字だと考えられます。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。